皆さんこんにちは。リポーターの村井理恵です。昨年度からスタートした津市小中一貫教育、今年度は教北、芸能、被災、公開、白山の5つの中学校区が新たに加わり、実践中学校区が10中学校区に拡大しました。そして今回のつなげよう広げよう津市小中一貫教育では、京北中学校区の小中一貫教育に関する取り組みについて紹介するため、南立成小学校へやってきました。京北中学校区は北立成小学校、南立成小学校、西ヶ丘小学校と京北中学校の3小学校1中学校で小中一貫教育の実践研究に取り組んでいます。進んで学び、豊かな心を持ち、仲間と共にたくましく生きる子どもを目指す子ども像と設定し、中学卒業時にそんな子どもに育てたいと考え取り組んでいます。それでは初めに、京北中学校区代表校長の南立成小学校西口校長にお話を伺いたいと思います。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。京北中学校区ではどのようなところに力を入れて小中一貫教育の研究を進めていく予定ですか？はい、京北中学校区では北立成小学校、南立成小学校、西ヶ丘小学校と京北中学校の4校で、中学校卒業時の子どもたちがどのような姿であってほしいのか、0歳から15歳までの成長に関わる校区の学校や幼稚園、保育園が一緒になって考えていこうということを16プロジェクトと名付けて取り組みを始めています。16プロジェクトでは、学力向上部会、英語部会、生徒指導部会、人権教育部会、特別支援教育部会、体力向上部会の6つの検討部会により構成された組織を中心に、昨年度から小中一貫教育の実践研究を進めています。昨年度の主な取り組みとしては、近隣の高校の先生や教育委員会の方をパネラーに迎え、小中一貫教育の課題、京北中学校区の課題を話し合いました。ここでは様々な意見や課題が出て、参加者からは高校の先生方の話を聞く機会は少ないので、小中一貫教育を進める上で目指す姿が具体的にイメージできる機会となったとか、自分で考えて行動できる児童の育成に取り組む大切さを感じたなどの意見が出て、とても良い機会になったと思います。この他にも、学力向上部会や英語部会が各学校で相互授業参観を行ったり、人権教育部会が子ども人権フォーラムを開催したり、特別支援教育部会が3つの小学校の交流として京北地区交換学習会をしたりしています。さらに2月に体力向上部会が中心となり、この校区の子どもたちの課題である体幹を鍛える活動を紹介する機会を京北中学校体育館で実施しました。また同時に簡単な球技の実技講習会を行い、中学校区の先生方が互いに知り合う機会にもなりました。このように京北中学校区では、組織を作るとともに先生同士の交流を進めながら、小中一貫教育の実践研究を進めています。なるほど。昨年度から継続して行うことで、今年度スムーズに小中一貫教育を始めることができたんですね。そうですね。昨年度の成果や課題をもとに、今年度の取り組みが円滑に実施できるよう、各学校の教頭先生や教員の代表が集まり、実行委員会を開催したり、部会の代表者を加えた代表者会議を行ったりしています。そこでは、今年度の具体的な実施計画や取り組み、また成果や今後の課題などについて話し合いをします。詳しくは担当の藤田に話を聞いてみてください。わかりました。
こんにちは。こんにちは。小中一貫教育担当の藤田先生ですか。はい、よろしくお願いします。先ほど校長先生から実行委員会や代表者会議を行っているとお聞きしたんですが、具体的にどのようなことをされているんですか。はい、私たちは各学校の代表と共同で実行委員会や代表者会議を開き、16プロジェクトの取り組みの内容や課題について話し合っています。5月の代表者会議では校区の小中一貫教育の実施計画や16プロジェクトの構想図、年間計画などの確認を行い、その後6つの検討部会に分かれて今後どういった取り組みを行っていくかを話し合いました。児童生徒たちのためになる取り組みはどのようなものなのか、今後取り組むべき課題はどのようなものなのか、教員が連携し16プロジェクトを進めていきたいと思っています。私は事務局を担当して今年で3年目になるんですが、初めの2年間の準備期間、そして今年を含めると教職員が小中一貫に対して非常に意識が高くなってきたと思います。これを続けることでさらに小中一貫が進んでいくというふうに感じています。小中一貫教育の取り組みによってですね、小学校での様子、中学校での子どもの様子をお互いに小中の教員がお互いにこう知り合うことによって9年間通して子どもたちの育ちを見ていくということが進めていくことができるかと思っております。小中一貫教育を通して教職員の交流はもちろんのこと、子どもたちにとっても、小学校の先生が中学校に参観に行く、また中学校の先生たちが小学校に参観に行くということで、先生たちもつながっているということで、子どもたちは安心して中学校に進学していけると思っております。部会を分けて活動することでより追求した取り組みができそうですね。そうですね、子どもたちに何が必要かをしっかりと考えていければと思います。この他には何か取り組みはありますか。はい、16プロジェクトで幼稚園保育園から小学校、小学校から中学校に上がるつなぎの部分を大切にしたいと考え、今年度から新たな取り組みを始めています。これはまだ試験的な取り組みですが、北立成小学校では小1プログラム解消のための支援を行っています。これは1年生が朝登校してから学級担任が教室入りするまでの時間の支援を地域の方たちに依頼し協力していただいているんですよ。整理整頓の手助けや勉強の準備の手伝い、雨の日にはカッパを畳んでもらったりと身の回りの支度の手伝いをしてもらっています。入学してすぐ1年生は何もわからないので支援していただいてとても助かっています。まだ研究段階ですが来年以降も継続していければと思っています。なるほど。この他にも教北中学校で中1ギャップ解消の学習フォローの取り組みをしています。この取り組みについては教北中学校の河合校長にお話を聞いてみてください。わかりました、ありがとうございます。河合校長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど藤田先生から、はい、京北中学校で中1ギャップ解消の取り組みをしているとお聞きしたのですが、はい、はい、京北中学校区では中1ギャップ対応のための学習支援として本年度三重大学の学生さんに放課後の補充学習に入ってもらっています。これまで放課後の補充学習は中学校の教員が行っていたんですが、今年度は大学生の皆さんにも協力していただいています。5月に中間テストがあったのですが、1年生にとっては中学校初めての定期テストでしたので、この時期に合わせて三重大学教育学部の学生さんに来ていただき、英語、数学を中心に学習支援をしてもらいました。子どもたちは個々に支援をしてもらいますので、わからないところを細かく教えてもらうことができました。また先生を目指している学生さんにとっても中学生に勉強を教える良い機会になったのではと思います。
それでは実際に補充学習を受けた生徒さんたちにお話を聞きたいと思います。補充学習受けてみてどうでしたか？新しい発見や疑問が減って自信を持ってテストに臨むことができました。どうでしたか？先生方や大学生の皆さんが、質問しやすい環境を作ってくれたので気軽に質問することができました。これからも頑張ってくださいね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。生徒たちにもお話を伺いましたが、授業以外でこのような支援があるというのは今後とても役立ちそうですね。そうですね、この取り組みは今後も続けていきたいと考えています。ありがとうございました。ありがとうございました。先ほど藤田先生、中学校の河合校長先生ともお話しして、教北中学校区の16プロジェクトの取り組みがよく分かりました。それでは最後に一言お願いします。はい、教北中学校区で学ぶ子どもたちが進んで学び、豊かな心を持ち、仲間とともにたくましく生きる子どもに成長していけるように、これからも一歩ずつこの小中一貫教育実践研究の取り組みを進めていきたいと考えています。またこの取り組みによって教北中学校区にあるそれぞれの学校や幼稚園保育園の教育活動がより充実することを期待しています。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。